認知症予防チャンネルの牛田康です。今日ですね、自律神経と認知症予防についてのお話、その1になります。気候や天気の変化が原因で起こる体の不調、気象病という言葉を皆さん聞いたことがいらっしゃる方があるかと思います。この気象病とはですね、気圧や温度、そして湿度の変動などで起こる様々な不調のことを言います。そして高血圧患者はですね、気象の変化で血圧が上がると脳卒中とか心筋梗塞ですね、を発症するリスクが高まるので注意が必要となってきます。そして季節の変わり目はですね、この低気圧と高気圧が頻繁にですね、入れ替わる気圧変動が多い時期となってきます。寒暖差に対応するために自律神経の一つである交感神経ですね、この交感神経が優位に続くことでエネルギーの消費が高まっていきます。それにより疲れやだるさ、こういったものが感じやすくなっていきます。気圧がですね、上がったり下がったりしますと、この耳の奥にある内耳というものが敏感に、感知していきます。そうすることで自律神経はストレス反応を起こしていきます。そうすることで交感神経が、どんどん、ね、興奮していくということになっていきます。内耳とはですね、中耳、中耳炎とかも聞いたことあるかと思うんですけども、この中耳のさらに奥に位置しまして、三半規管や前庭など体のバランスを保つ器官が集まっている部分になります。内耳がですね、感じ取った気圧低下などの情報はですね、内耳の前庭、前の庭って書いて前庭神経を通ってこの脳にですね、伝達されまして、それによって自律神経はですね、ストレス反応を引き起こして交感神経がどんどん興奮していくという状態になっていくわけです。その結果ですね、抑うつ、そしてめまいの悪化、心拍数の上昇、血圧の上昇、そして慢性痛の悪化などが引き起こされていきます。そして、交感神経が優位につくと、もう先ほど言った通りエネルギー消費が増えて疲れだるさを感じやすくなっていくという感じになります。そしてこの自律神経はですね、体を活動的にする交感神経とリラックスさせる副交感神経、交感神経、副交感神経があります、でこの2つがバランスを取りながら、我々の、体の中の心臓であるとか腸であるとか胃、そして血管ですね、あと臓器の働きを司っているわけです。そしてこの自律神経なんですけども、我々のこの意思ではコントロールができない、コントロール不能です、そしてストレス、ちょっとのストレスでもバランスが乱れてしまうというのがこの自律神経、になってくるわけです。ではこの自律神経が乱れやすい人というのはどういった人かといいますと、季節の変わり目に体調を崩しやすい人であったり、雨が降る前にめまいとか眠気を感じやすい人、あと体を動かす機会が最近減っている方、あと新幹線とか飛行機ですね、に乗ると、耳が痛くなるとか、乗り物酔いをしやすい方であったりとか、偏頭痛持ちである方とか、肩こりがある方、性格が几帳面な方、ストレスを感じやすい方などが乱れやすい人とよく言われております。でこの自律神経の乱れの原因が何かと言いますと、
この季節の変わり目の変化であったりとか、ストレスであるとか、まあ、変色ですね、食べ物、ね、あと不規則な生活、ホルモンバランスの変化、あと病気などが原因と言われております。そしてまたですね、不定愁訴という言葉がありまして、これはまあ、漢字ね書いた通りなんですけども、定まらない憂いの訴えのことを言います。まあ、原因はですね、まあ、十分な診察とか検査をですね、したとしても、もう医学的に説明できない状態を指しております。そしてこれはまあ男性よりも女性に多いというのが、この不定愁訴というものになってきます。まあ、その原因としましては、まあ分からないんですけども、例えば、まあ、不規則な生活習慣が原因とも言われてたりとか、ホルモンバランスが乱れているからとか言われたり、環境の変化とか、まあ、疲労などさまざまな、あとストレス、その他何らかの病気が原因で起こるケースもありますよと言われているぐらいなんで、ね、検査医学的にはまあ分からないというところが、まあ、この不定愁訴というものになってきます。そしてストレスが多くなると、自律神経の、まあ、交感神経が過剰に働くことで、頭が痛いとか、イライラするとか、よく眠れませんとかね、などの訴えなどが、まあ、一向に良、ね、くならないということが多く見られていきます。自律神経失調症や、うつ病、パニック障害、身体表現性障害、適応障害と、まあ、診断されることも多いようです。そしてこの不定愁訴の症状なんですけども、動悸、頭痛、そして不眠、そして耳鳴り、ね、味覚異常などの感覚器異常、そして全身倦怠感、ね、めまい、立ちくらみ、イライラ、ね、血圧の不安定、そして発汗、汗ね、そして目の乾燥、息苦しさなどが挙げられていきます。じゃあこの症状とかをね、整えていくためにどうするのかって言いますと、まずはまあこの気象病ね、まあちょっとまあ自律神経を最適化していきましょうかというところもあるんですけども、まあ、痛みや自律神経のメカニズムとも深く関係している脳の栄養素ですね、糖質をですね、体内でエネルギーに変えてくれる際に不可欠なビタミンであるビタミン B1 を、まあ、取っていきましょうとかね、あと気圧の変化などを知らせてくれる、まあ、スマホのアプリがありますので、まあ、そのアプリを入れて、まあ、今日はちょっと、ね、気圧が大きく下がるからちょっと気をつけようかなとかね、ちょっと無理をするのはやめておこうとかっていうのを、ちょっとそのアプリを使って判断するのも一つの手かと思います。あとはね、食事ね、しっかり最適化して自律神経を整えていきましょうと、食事に関しましては別の動画でお話ししていますので、しっかりね、バランスの取れた食事をですね、取っていきましょうと、決まった時間に主菜、ね、主食、主菜、副菜、ね、野菜もしっかり取って、あとはキノコ類とかね、海藻類とかね、果物とか、たくさんね、しっかり取るようにしていきましょう。そして自律神経を整えていく栄養素の中で、まあ必要になってくるのはやっぱホルモンのバランスを取らなきゃいけない、ね、じゃあホルモンを作る材料が何かと言いますと、やっぱりタンパク質メインベースで、ビタミン、ミネラルがまあ必須になってて、ホルモンが作られてあるとか、コレステロールも実はねホルモンを作る材料にもなってたりしますので、まあ、しっかりね、例えばギャバ、トリプトファン、ビタミン B 群とかね、ビタミン C、E、カルシウムね、バランスよく取っていきましょうということになってきます。そして取らない、取ってはいけないものもあります。
まあ、例えばトランス脂肪酸ね、ショートリング、ファットスプレッドとかね、こういったもの含まれているものを避けていくと。ね、このトランス脂肪酸取りすぎますと、うつ病とか自律神経失調症、そしてパニック障害、ね、あとね、認知症とかアレルギーなどの病気の発症に影響すると言われていますので、まあ、こういったものを避けていくようにしていきましょう。できるだけね、市販のお菓子も、まあ、やめて、できればやめて、例えば、まあ、さつまいもとかね、ナッツ類とか、果物に変えるとか、そういったものにしていきましょう。そして、腸内環境。ね、しっかり腸内細菌をしっかり取っていくというところですね。で、発酵食品とかから、まあ、ゼノキンを取って、まあ、ヨーグルトにも入っています。ヨーグルトも取ってもいいかと思います。サプリとか、薬局で売ってる腸内細菌、売ってますので、それをまず取るということも必要かと思います。ね、その腸内細菌の餌となる野菜、食物繊維を取って、ね、いきましょうというところになっています。あと、胃腸の調子が悪いときなんですけども、食事はまあゆっくりね、よく噛んで、腹8分目にしていきましょうと。で、胃腸に負担がかかる、例えば脂っこいものであるとか、冷たすぎる、熱すぎるもの、ね、味が濃いもの、ね、こういったものを取りすぎずに、消化を助けてくれる、胃の負担を軽減してくれる、まあ、例えば山芋、オクラ、なめことかね、こういったネバネバ食品ね、も取っていくこともおすすめいたします。そして、まあ、先ほどお話ししたこの不定愁訴の件なんですけども、原因不明の体調不良、ね、不定愁訴で入院した患者さん863名の方に対し、頸部筋部、ね、あの首のこの筋肉の部分の局所療法を行った結果、あの研究があるんですけども、退院時には不定愁訴、ね、の約28ほどの症状があると言われているんですけども、これが 50% 以上回復しましたと。いうものが東京脳神経センターの研究チームがまとめた研究論文がありまして、これが国際医学ジャーナルのヨーロピアンスパインジャーナルに掲載されましたというものもありますので、首回りのしっかり筋肉をほぐしていくということもこの不定愁訴に対して研究がある通り何かしらのね、不調を整えていってくれるということもあります。そして、まあ、私は持ってるんですけども、認知症リハビリテーション専門士が持ってる技術で、まあ、こういったところね、首のところをマッサージして、行ってくれるっていう、ね、調整してくれるのが、まあ、リハビリテーション専門士の一つの技術でもありますので、技術その持ったリハビリテーション専門士ね、認知症のね、のところへ行ってお金払って、やってもらうということも一つの手かと思います。本日は動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画が良かったという方は高評価とチャンネルフォローをお願いいたします。それではさようなら。